狼は眠らない。始めます。第29話、ツボルト迷宮への挑戦。1。レカンは、ワクワクしていた。いよいよ、大迷宮と呼ばれる本格的な迷宮に挑戦できるのである。しかも、この迷宮は、剣の迷宮とも呼ばれ、様々な恩寵がついた剣が得られる迷宮だ。アリオスという相棒もいる。二人で探索できるということは、一人で探索するよりも、深い階層で戦えるということだ。もちろん、二人と優先力で最下層まで攻略できるとは思えない。特に100階層を超えた階層では、それなりの人数が必要だろうから、共闘できる仲間を探さなくてはならない。だが、浅い階層なら二人で十分戦えるはずだ。どんな敵なのか。どんな戦いを味わわせてくれるのか。それを思うと、つい笑みがこぼれてくる。左手には、銀の指輪がはまっている。いつの頃からか、風呂に入る時と寝る時以外は、ほとんど外さなくなった。迷宮止まりや野営の時は、寝ている時もつけている。右の腰には、ハルトの短剣が収まっている。ベルトには、この短剣専用のホルダーが取り付けられ、短剣を鞘ごと収めて、絶対に抜け落ちないよう、しっかりと固定できるようになっている。取り出す時には一手間かかるが、突然使うような装備でもない。幸い、ハルトの短剣は、ごく小さい短剣なので、動作の妨げにはならない。ザナの守護石とインテュアドロの首飾りは収納の中だ。いずれ折を見て身につけるようになるだろう。左腰に吊っているのはラスクの剣だ。この剣は使い心地が最高に良い。慣れてくるほどにますます良い。おそらくこの迷宮ではより優れた剣が手に入るだろうが、今はこの剣が頼りだ。待てよ。そういえば茶飲み話でシーラにこの迷宮のことを聞いたとき、何か気になることを言われたような気がする。気になると言っても、その話を聞いたときは、格別問題には思わなかったはずだ。だが、今にして思うと、何かが引っかかる。何かがおかしい。それが、何だったかしばらく考えたが、思い出せなかった。レカン殿、どうかしたんですか？うん？いや、何でもない。こっちだ。レカンは、スカコスニットで得た情報をもとに、大股で歩き始めた。この、スカという魔法は、まさに、迷宮探索のためにあると言って良い魔法だ。その階層の概略図が脳裏に浮かんでくるし、魔獣の位置まで示してくれるのだ。魔獣の位置は、レカンが、元の世界で身につけた生命感知でも知ることはできるが、生命感知には距離制限があるし、魔力の強弱によって、気配が大きく感じられたり、小さく感じられたりするという特徴があるため、魔獣が、どこに何体いるかを知りたいときには、スカの方が圧倒的に便利だ。よし、ここだ。入るぞ。念のため聞きますが、部屋の中で冒険者が戦ってたりしませんね。中には魔獣しかいない。生命感知によれば、この部屋の中には魔獣が一体いる。人間はいない。ここにたどり着くまで、随分じらされた。防火からの道のりもそうだ。レカンは最大速度で走りたかったが、アリオスは一定程度以上の速度では走ろうとしなかった。しかも、贅沢なことに、野営ではなく宿に泊まりたかった。レカンとしては、仕方なく、アリオスのペースに合わせて走ったのだ。この町について門を通るとき、万平に、迷宮はどこかと聞いた。万平は地図をくれた。レカンが入ったのは北門だが、北側から迷宮を目指すと通り抜けできないエリアがあり、少し遠回りになるようだ。万平はまた、迷宮に入るには、観察を買う必要があると教えてくれた。それは、迷宮から見て、ほぼ正面にある石造りの建物にある案内所で買えるのだという。とりあえず観察を買おうと、建物群のある場所まで行った。ものすごく時間がかかった。そして、ツボルト迷宮の異様を目の当たりにして言葉を失った。大きな構造を持つ迷宮は見たことがある。入り口が大きい迷宮も見たことがある。しかし、これほど、大勢の人間が、迷宮の入り口に詰めかけている光景は見たことがない。出ていく人間も多い。石造りの建物群が、迷宮の入り口を取り囲むように立っており、建物群の間にある切れ目をたどっていけば、おのずと、迷宮の入り口に着く。だが、入り口からは、三方に向かって行列が続いている。そして、三箇所で、兵士が、観察とやらを確認している。観察がすぐに出てこないものは行列から外される。その後案内所に行き、観察を2枚買った。1日用の観察と永久に使える観察があったが、無論、
永久に使える鑑札を買った。信じられないことに、1枚が大銀貨5枚もした。今日は、随分迷宮に入る冒険者が多いようだが、何か特別な日なのかと聞くと、笑われた。もう午後も遅い時間だから、今は入場者が少ないのだという。朝に来れば、この何倍の人が並んでいるというのだから驚きだ。建物群の一角にある宿屋を紹介されたので行ってみたが、気に入らなかったので、自分で宿を探した。そして、そこに宿泊し、ようやく、今朝、迷宮に入ることができたのだ。昨日言われた通り、とんでもない人数の行列に並ばなくてはならなかったが、観察を見せるだけのことだから、流れは悪くなかった。迷宮の中に入ると、冒険者たちは、次々と呪文を唱えて、下の階層に転移していく。ズカコズニット。階段の位置をズカで確認し、レカンは進んだ。アリオスは後ろからついてくる。階段の長さに驚いた。元いた世界では、階層と階層の間に階段などなかった。ゴルブル迷宮の階段は、せいぜい3階建ての建物を降りる程度の長さだった。ニーナイ迷宮の階段は、階層によって、ひどく長さが違っていたが、平均すればゴルブル迷宮の倍まではなかったはずだ。だが、今降りている階段は、ゴルブル迷宮の階段の何倍も長い。まさか全部の階段が、これほどの長さがあるとは思えないが。やっと1階層に着いた。階段から通路に入って、またもレカンは驚いた。生命感知が示す人と魔獣が、ひどく遠くまで広がっていて、レカンの能力をもってしても把握しきれない。図か。図かで表示させた1階層の見取り図は、とにかく広い。とてつもなく広い。部屋の数は、ざっと数えても200以上はある。3分の2ほどは魔獣がいる。冒険者の数も多い。一体何百人いるのか、数えてみる気にもならない。幸い、階段のある部屋が、割と近くにあった。しかも今人間はいない。レカンは、走ってその部屋に向かった。どうして走るんですか？アリオスの疑問を聞き流しながら走って、その部屋に着いた。部屋の入り口は、薄ぼんやりした灰色の霧に覆われていて、中は見えない。部屋に足を踏み入れた。に。そこには、一体の魔獣がいた。白勇気ザーグである。レカンは、以前に、二度吐く勇気と戦ったことがある。一度目は、まだ豪華に行く前の道中、ガスコーとかいう村での出来事だった。その村の近くに現れた白勇気を倒してくれと頼まれたのだ。あの時会った白勇気は、レカンとほぼ同じぐらいの身長があり、胴回りはレカンより太かった。二度目は、ゴルブル迷宮の、割と浅い階層でのことだった。この時の白勇気も、レカンと同じほどの身長だった。今目の前にいる白勇気も、レカンとほぼ同じぐらいの身長であり、胴回りは、レカンより少し太い程度だ。しかしこれは大型個体のはずだ。なぜそう考えるかというと、この部屋には、下層に続く階段への入り口があるからだ。その入り口も、灰色のもやに覆われているが、レカンの図下に映った二つの階段のうち一つがこれだ。階段がある部屋にいるのは大型個体のはずなのだ。それに、この部屋の魔獣が、生命感知の青点が、最も強く光っていた。生命感知の点の強さは、魔力の大きさによるのであって、戦闘力をそのまま表すものではないが、大体において、強い魔獣は、内包する魔力が多い。多分、魔獣に限って言えば、生命力と保有魔力は、密接な関係にある。ゴルブル迷宮の主も魔法は使わなかったが、青点は強かった。とすると、他の部屋の魔獣はもう少し小型なのだろうか。顔や指先まで含め、全身がボロ切れで包まれたような外皮も、目があるべき位置に、開いた穴も、鼻もどきも口も、以前出会った白勇気と同じだ。違う点といえば、右手に、鉄製とおぼしき章とソードを持っていることぐらいだ。レカンとアリオスが部屋に突入してから、随分間を置いて、魔獣が、二人に顔を向けた。眼球はないのだが、なんとなく気配から、今二人に気づいたのだとわかる。そして、ノロノロと近づいてくる。随分と六歳動きだ。隙だらけだな。魔獣は、レカンの目の前まで歩いてくると、ノロノロと剣を振り上げ、振り下ろした。レカンは、左後ろに下がって、この攻撃をかわした。魔獣は、イライラするほど時間をかけて、レカンの移動した方向に向き直り、再びショートソードを振り上げ、振り下ろした。レカンは、魔獣の首をはねた。あ。アリオスが、小さく声を上げた。そういう打ち合わせをしたわけではないが、初めて戦う相手なのだから、
じっくりと攻撃を見定めるつもりだったのに、レカンがさっさと首を跳ねてしまったので、つい声を上げたのだ。実のところレカンも同じことを考えていたのだが、あまりに相手の動きが遅くて我慢できなかった。うん、もやが晴れないな。ごまかすように階段への入り口を見ていった。下層に続く階段への入り口は、依然として灰色のもやで覆われている。飛び込んでみると階段に出た。そういえば、魔獣を倒さなくても階段には入れるということだった。二人は二階層に降りていった。三、階段はやはり長かった。まさかと思うが、全部の階段がこんなに長いのだろうか。やっと二階層に着いた。回廊に入り、少し歩いたところでレカンは立ち止まった。俺は、迷宮の外で白勇気と戦ったことがあるが、さっきの白勇気よりずっと強かったし、もう少し動きも良かったように思う。偶然ですね、レカン殿。私も、全く同じことを考えていました。でもね、その後こう考えたんです。おお、相手が弱かったんじゃなくて、私が強くなったんじゃないかなとね。ふむ。やはり、ニーナへの迷宮を踏破したのは大きかったと思います。私の基礎体力は明らかに上がっています。反射速度や攻撃速度も上がっています。迷宮というのはすごい場所ですね。そうだ。迷宮はいいところだ。アリオスは困ったものを見るような目でレカンを見た。同意するのが怖いですね。ふん。先に行こう。レカンがそう促したのは本当に先に行きたかったからでもあるが、後ろから別の冒険者たちが来たからでもある。階段から二階層に次々に入ってくる。随分大人数だ。まだ出てくる。あまり人数が多いので、ちらと振り返って様子を見ると、それは冒険者などではなかった。騎士だ。結局、20人の騎士が出てきた。ふん。キーに思ったが、興味はなかった。よし。ここに入るぞ。はい。階段のない部屋に入った。大型個体以外の白勇気を見てみたかったのである。やはり、部屋には、一体の白勇気がいた。小さい。レカンより一回り小さい。アリオスよりは少し大きいだろう。やはり、鉄の粗末な章とソードを持っている。少し動きを見た後首を跳ねた。そのまま部屋を出ようとすると、アリオスが聞いた。魔石は取らないんですか？何？白勇気は魔石を残さんだろう。あれ？迷宮の中では別なんじゃないんですか？そんなことがあるのだろうかと思ったが、確かに、魔力感知に反応がある。胸を切り裂いて呪文を唱えた。移動トリムル。魔石が取れた。二階層やそこらの魔石としては、なかなかの大きさなのではないだろうか。それにしても、地上の白勇気は、死んでも魔石を生じなかったが、迷宮の白勇気は魔石を残すのだ。迷宮には、入ったことのないアリオスでも、それは知っていた。まだまだ、俺には、この世界の常識が足りん。注意しなければならんな。この魔獣は普通の大きさでしたね。何？さっき倒した白勇気は普通より大きかったのか？ええ。そうだと思います。なんということだ。それでは、以前レカンが旅の途中一度だけ遭遇した白勇気も、ゴルブル迷宮で出会った白勇気も、特別に大きな個体だったのだ。待てよ。レカン殿。そういえばナークさんが言ってましたね。ツボルト迷宮に出るのは白勇気の特殊種で、普通の白勇気とは比べ物にならない強さだと。そういえば、そんなことを言っていたな。どうも、私もレカン殿も、すっかり感覚が狂ってしまってるようですね。その後、階段のある部屋に入った。なるほど、大型個体というだけあって、一回り大きい。だが、ゴルブルやニーナへと比べると、普通個体と大型個体の差があまりない気がした。部屋に入るなり、レカンは、魔獣の首を跳ね飛ばした。そして、二人は階段に入った。さっさと下に降りるぞ。そうしましょう。走れ。え？幸い、階段は、それほど曲がりくねった構造ではない。多少薄暗いが、割と先まで見えるようになっている。レカンは飛ぶように走った。下まで降りてみると、少し遅れて到着したアリウスが、はぁはぁと荒い息をしている。鍛錬が足りんな。壁走りとか岩壁下りとかはやってるんですけどね。それより、壁を蹴って飛ぶのは、走るって言うんですか？俺は、階段を歩きに来たんじゃない。魔獣と戦いに来たんだ。私もそうですが、これでは、移動で体力がつきます。回復。ありがとうございます。
いや、そういう意味じゃなくてですね。幸いなことに階段のある部屋、すなわち大型個体のいる部屋の一つは近かった。その部屋に移動して3階層の大型個体を倒した。そして4階層への階段に入った。長いな。長そうですね。先はよく見えませんけど。走るぞ。あの、さっきも何人かの冒険者の頭の上を飛び越えてましたね。あれ、まずいんじゃないですか？ふむ。ここには初級の冒険者はおらんから、頭の上を飛び越えたぐらいでは騒がんと思うが、ゴルブル迷宮でのようなことになってもいかんな。ゴルブル迷宮では何をやらかしたんですか？隠蔽ニルズム。え？隠蔽。レカンは自分とアリオスに隠蔽をかけた。そして長い階段を駆け下りた。隠蔽は動いてしまうと早く効果が切れる。下の階層に着く少し前には切れてしまった。よし。4階層に着いたぞ。魔法の使い方が間違ってます。いや、正しいのかな？それにしても、こんな魔法、いつ習得したんです？お前が暴下を離れていた時だ。あ、そういえば、お前には気配を隠す技があったか。あんな速度でバタバタ走り回っていたら、インソクスファーダはできません。大型個体の部屋に行くぞ。また走るんですか？もちろんだ。他の冒険者が驚きますよ。図鑑で他の冒険者と鉢合わせしない順路を見つける。魔法の使い方が間違ってます。いや、正しいのか？たちまち4階層の大型個体を倒し、下に降りた。5階層、6階層と大型個体だけを倒して下に降りていった。7階層でもそうしようと思ったが、7階層の2つある階段の部屋に冒険者が入っていたので、7階層では普通の部屋に入ってみた。お、これですね。黒肌というのは。その部屋にいた白勇気は、胸と腹と腕と足に黒いゴツゴツした表皮をまとっていた。ラスクの剣が刃こぼれしては困るので、収納から予備の剣を出して切りつけてみた。左の肩口から右の横腹にかけて、斜めに胴体を切断したが、なるほど、多少の硬さはあった。少しは硬いみたいだが、どうということもないな。む。白勇気は、死体になって横たわるのではなく、宝箱に変わった。いかにも剣が入っていそうな宝箱だ。中身を取り出してみると、やはり剣だった。お、恩寵品だな。恩寵品は、わずかに魔力をまとっている。だから、レカンにはそうとわかるのだ。だが、先ほど、この剣を魔獣が振っていた時には、そんなことは感じなかった。多分、魔獣の魔力の気配が強すぎるためだろう。鑑定アベル。名前、加速剣モーラーシラー。品名、剣。音調、剣速不可、小。音調品だ。やっぱり。うん。わかっていたのか？剣を振る魔獣の様子を見ていて、剣速関係の音調がついてるんじゃないかと思ってました。当たりだ。名前は加速剣。速度不可の音調がついている。レカンは加速剣を振ってみた。振ろうとした速度より、2割か3割速い速度で振れているように感じた。ふむ。面白いな。お前も振ってみるか。ええ。アリオスは加速剣を受け取って2度振った。わかりました。お返しします。アリオスはこれと似たような音調がついた品を使った経験があるのかもしれない。いや、もっと上級の品を使ったことがあるのかもしれない。なんとなくそう思った。レカンはしばらく加速剣を使ってみることにした。大型個体の部屋が開いた。行くぞ。その、図鑑という魔法は、ほんと便利ですね。もうレカンドのなしでは、迷宮探索ができません。お前そもそも俺と出会うまで、迷宮へ潜ったことがないだろう。ええ。食わず嫌いでした。でも、今はなんだかワクワクしてますよ。大型個体の部屋に行くと、入り口の前に3人の冒険者が座っていた。グログロとした顎ひげを生やして、大きな盾を持った男が話しかけてきた。すまんが、今わしらが攻略中なんじゃ。もう一つの方に行ってくれんか。もう一つの部屋は、今戦闘中だ。今、この部屋の中には誰もいない。ところが、この男たちは攻略中だという。つまり、一度戦闘をしたが、状況が不利になったので諦めたのだろう。休憩して再挑戦するのだ。もちろん、部屋の中の魔獣は更新されてしまうが、それは仕方がない。二度戦って、かなり手傷を負わせたからの。次は、あまり時間をかけずに倒せると思うぞ。
なんならここで待っといてくれ。ああ、そうさせてもらう。そうさせてもらうと返事しつつ、レカンは混乱していた。二度戦って手傷を負わせただと？次は、時間をかけずに倒せるだと？ということは、冒険者が、全員、部屋の外に出ているのに、中の魔獣は更新されず、前の個体のままだということだ。この迷宮は、元の世界で馴染んだ迷宮と構造が似ていると思ったが、やはり、この世界の迷宮の法則は、元の世界とは違うようだ。三人を見ると、それぞれ、多少の手傷を負っている。回復。回復。回復。あ、うお。何？三人が驚いて声を上げた。あ、傷が消えた。疲れも取れた。あんた、回復をかけてくれたんだね。こりゃすごい。よく聞いてる。おお、回復三連発とは驚いたわい。しかも杖もなしか？おみそれした。あんた、よその迷宮で真相に潜ってた凄腕だったんじゃな。断りもなく余分なことをしてすまん。いやいや、とっとと中に入って順番を回せということじゃな。おかげで、わしはすぐに戦える。皆はどうじゃ。おいらは、大丈夫。俺もだ。よし。じゃあ行くとするかのう。凄腕さん、ありがとうよ。幸運を。あんたもの。三人の冒険者は、部屋の中に入っていった。四。お、どうしたんですか？いや、さっきの三人が、魔獣を倒して下に降りていったら、すぐに、次の魔獣が湧いた。それは当たり前じゃないんですか？俺の元の世界の迷宮では、魔獣を一度倒すと、再び湧くまでに、それなりに時間がかかっていた。ゴルブル迷宮でもそうだった。ニーナイ迷宮でもそうだった。ところが、この迷宮では違う。この世界では、迷宮の構造や仕組みに、いろいろな種類はあるようだな。楽しそうですね。楽しそうですね、だと？楽しいに決まっている。こうやって迷宮探索に没頭する時間は、この上なく楽しい。しかも、しばらく、ろくな迷宮に潜っていなかったのだから、なおさら楽しい。レカンは、口元に笑いを浮かべた。入るぞ。はい。それはいいんですけど。どうかしたのか。今度は私にも戦わせてください。今までも戦っていたろう。いえいえ。一度も、剣を振ってないですよ。レカン殿が倒してしまうから。そういえばそうだった。よし。次は手を出さん。お前の自由にしろ。二人は、部屋の中に入った。そこには、ハルバードを持った黒肌の白勇気がいた。アリオスは、すぐには敵を倒さず、相手の攻撃をかわしながら反応を調べていた。それから、少しずつ、敵に傷を負わせていったが、それは、倒すためではなく、黒い鎧状の外皮の特徴と弱点を確かめるための攻撃だった。レカンが、苛立ちのあまり声をかけようとしたとき、アリオスは敵をさっくり倒した。何かわかったか。全体の防御力が低すぎて、もう一つ、はっきりと弱点がわかりませんでした。ただ、傷を負っても、あまり動きが鈍りませんでしたね。それは、そうと、お腹が空きました。そういえば昼食をとっていない。ツボルト迷宮は、一つ一つの階層が広大で、移動に随分時間がかかる。もう夕方である。次の階層で空き部屋に入って食事にしよう。どの階層も人が多い。通路に座って食事をしていると、邪魔になるかもしれなかった。レカンとアリオスは8階層に降りた。もはや、階段は、隠蔽をかけて失踪するのが当たり前になっている。レカン殿、さっき歩いてた冒険者がびっくりしてましたよ。問題ない。ちゃんと隠蔽をかけてたしな。隠蔽って、動き回ると、完全には、気配を消せないみたいですね。それは、俺の練度が足りないからだ。ちょうどいい機会だから、階段では隠蔽を鍛える。努力の方向が間違ってます。いや、正しいのかな？空き部屋に入って食事を取り、8階層の大型個体を倒して9階層に降りた。またも、大型個体の部屋が2つとも埋まっていたが、部屋の前で待っていたらほどなく空いた。9階層の大型個体を倒して10階層に入った時、レカンはあることに気づいた。ほう。この階層は、1つの部屋に2体の魔獣がいるな。そうですか。11階層への階段がある部屋は、やはり2つだ。幸い、そのうちの1つが近い。2人は、階段のある部屋に直行して魔獣を倒した。
今まで一体だったのが二体になると、普通の冒険者にはきついでしょうね。そうか。少なくとも、この辺りの階層の白勇気は、剣でも演奏バンドルーでも簡単に倒せた。ある程度戦力の充実した冒険者が3、4人いれば、手こずるようには思えなかった。それに、今までより、格段に動きが速くなりました。そうか。もういいです。もう夜もすっかり更けて、夜中と言っていい時間である。レカン殿、帰りましょうよ。疲れました。いや、今夜は迷宮に泊まる。ラフィンの岩棚邸に帰った方がぐっすり眠れますよ。迷宮の中で平気で寝られるようでなくては迷宮探索はできん。少なくとも、ここの迷宮ではそんなことはありません。それに、いつボス部屋が開くかわからん。ボス部屋？大型個体の部屋だ。あれ？ということは、今は塞がっているんですか？一つの部屋には人が入っている。戦闘中だろうな。もう一つの部屋の前には8人が待機している。もしかしてレカン殿、部屋が2つとも埋まってなかったら、まだ先に進んでました。もちろんだ。アリオスは、長いため息をついた。さっさと寝ましょう。空き部屋に入って寝た。翌朝はゆっくりと休み、ゆっくりと食事して、姫亀の二国ごろ探索を開始した。11階層、12階層、13階層、14階層、15階層、16階層、17階層と、ボス部屋に直行した。少しずつ敵は強くなっていったが、まだまだ、レカンとアリオスを苦しめるほどではない。二人は、空き部屋で食事をとり、探索を再開した。18階層、19階層と進み、20階層に降りると、敵の数は3体になった。問題なく、大型個体3体を倒して、二人は21階層に達した。どうも、10階層ごとに、一体敵が増えるようですね。そのようだな。ということは、90階層台では、敵は10体ですか。まだわからんが、そういうことかもしれんな。ちょっと気になったんですが、1階層からここまで、部屋の大きさはほぼ同じでしたよね。うん。まあ、そうかな。この広さで、敵が10体もいたら、ちょっと戦いにくいでしょうね。お前なら大丈夫だろう。私は大丈夫です。一般論として話しているんですよ。広々しているとは言えんな。多分、冒険者の側は、10人ぐらいが精一杯じゃないでしょうかね。それ以上入ると身動きが取れない。いや、鈍器や大型武器を使う冒険者や魔法使いは、10人でも戦いにくいな。それがどうかしたのか。いえ、ちょっといやらしい迷宮だなと思いまして。楽しいじゃないか。アリオスは、ちょっと困った表情でレカンを見た。まあ、狭い場所で仲間同士傷つけ合わず、うまく、連携を取る鍛錬にはもってこいですね。だろう。なんで自慢げなんですか。この日は26階層まで探索した。4本剣が出て、うち1本は、威力負荷の恩寵がついていた。その他に、小赤ポーションが2つと中赤ポーションが1つ、小青ポーションが1つ出た。この日は15の部屋に入り、36体の魔獣を倒して、8つ宝箱が出たわけである。今のところ、宝箱の出現率は悪くない。そして剣が多い。前日に出た加速剣と合わせると、2日で2本の恩寵剣が出たことになる。下の階層での探索が、ますます楽しみである。ポーションはアリオスに渡した。魔石はレカンがもらった。当面、剣は、すべてレカンが預かることにした。威力負荷の恩寵を持つ敵が出現したとき、アリオスは、その敵の剣が恩寵付きだと言い当てた。後でスキルなのかと聞いてみたが、そうではないという。どうも、アリオスには、特殊な剣は、それとわかる眼力があるようだ。ところがレカンにはわからなかった。やはり、魔獣が使っている最中の恩寵品を嗅ぎ分けるのは、レカンには無理なようである。二人は、ラフィンの岩棚邸に戻った。明日は休養日ですよね。いや、迷宮に潜る。休養日にしませんか？しない。5。閃光リリオム。目の前の魔獣3体に向かって、レカンは、閃光の魔法を放った。だが、魔獣には、何の効果もなかった。何やってるんですか？何か効果があるかもしれないと思ったんだ。ないでしょう。そもそも、白勇気には目がないですよ。魂鬼族の魔獣には効果があるというし、もしかしたら、勇気族の魔獣にも効果があるかもしれないと思ったんだ。この迷宮の魔獣が白勇気だけだと知ったとき、レカンは、
枝を連れてくるべきだったかと思った。確か、シーラは、有機族の魔獣には、浄化が、劇的な効果を持つと言っていたはずだ。だが、連れてこなかったものは仕方がない。まあ、実験や検証は大事です。会話しながらも、二人は剣を振るい、三体の魔獣を倒した。そして、27階層に降りた。どうしたんです、レカン殿。剣をじっと見つめて。この剣、使いにくいな。この剣とは、加速剣のことだ。この迷宮の7階層で得た、剣速不可の運調がついた剣であり、2割か3割程度剣速が上がる。手に入れてから、ここまでずっと使ってきた。軽く力を入れただけで速い速度で触れるので、面白がって使っていたが、どうにも使い勝手が悪い。自分で思ったより、早く剣が動いてしまうというのは、こんなにも始末に悪いものなのだ。しばらく使っていれば慣れるだろうと思っていたが、違和感がなくならない。速度自体もさることながら、相手に当たった手応えが、あらかじめ体が予想した手応えと違うのが、より大きな問題だ。剣が目標に当たれば手応えがある。手応えとは衝撃であり、手首や肘や肩に跳ね返ってくる負荷だ。それがやってくるタイミングが予定より早く、そして大きい。今は、それほど強くも早くも振っていないから、わずかな違和感で済んでいるが、強敵と相対した時には、もっと早く、もっと強く剣を振るから、手首や肘を痛めてしまうかもしれない。それに、実際に剣を振って敵を切り裂く時には、剣が、相手の体に食い込んだ瞬間に、手元に引いたり、剣先の方向に押したり、相手に食い込ませるように押し込んだりする。この剣では、そうした技が使えない。相手の剣を弾いて、別の攻撃をするのにも不向きだ。レカン殿、剣速不可がついた剣を使う人は、普通は、力任せに剣を叩きつけるんです。そうだろうな。自分の力と、剣の重さと速さで、有無を言わせず相手を叩き切るんです。程よい速さとか、程よい強さとかではなく、また、当てた後の工夫なんか考えもせず、とにかく、一撃一撃に威力を乗せるんです。なるほど。そういう使い方をする人には、この種の剣は、大いに価値があります。レカン殿のように、高度な技を使う剣士は、あんまり、この剣を使わない方がいいです。技が狂いますから。お前の流派では、剣速不可がついた剣は使わないのか。使うとしたら、一撃必殺の攻撃をするときですね。技のやり取りをしていたら勝てない相手に対して、一気に決着をつけるときです。そのときには、自分が持てる力と速さのすべてを込めて剣を振ります。レカンは、自分が高度な技を使っているとは全く思っていなかった。自己流の力任せの剣だと思っていた。だが、そう言われてみると、確かに、自分は技も使っている。力のある打撃も放とうとするが、斬撃と斬撃をつないで攻撃を組み立てようともしている。そのどちらかを手放すのは嫌だった。ふむ。こいつはしばらくしまっておこう。そう言って、加速剣をしまい、ラスクの剣を取り出した。この剣を腰に吊ると安心感が違う。いつの間にか、レカンは、この剣にすっかり馴染んでいたのである。レカンとアリオスは、迷宮で昼食をとり、迷宮で夕食をとり、夜遅くまで探索をして、36階層に到達して迷宮で寝た。このヒレカンは、いろいろな魔法を試してみた。20階層台の魔獣は、ヒヤベヤーツで殺せた。30階層台になると、さすがに、ヒヤの一撃では倒せなかったが、4体の魔獣に、一瞬で重傷を負わせ、動きを止めることができた。30階層台の魔獣4体に強めの雷撃銀バレを打ったところ、一撃で4体とも殺すことができた。魔獣戦でもインペーニルズムを使ってみたが、白勇気には効果がないようだ。インペーは、主に、人間に効果のある魔法だが、魔獣にも、ある程度は効果があるとシーラに教わった。白勇気に効かないと、いうのは、感覚器官の違いなのだろうか。水波臭とピネルは、首を落としたり、四肢を落としたりするのには有効だが、この魔獣は、体に少々損傷を受けても動きが鈍くならないので、わざわざ水を準備してまで使うほどの効果はなかった。仮想に行けば、ますます役に立たないだろう。氷弾シルジンも似たようなものだ。貫通力はあるのだが、あいにく、白勇気には、ここを貫通すれば死ぬというような急所がない。首を吹き飛ばせば死ぬが、同じ魔力で演奏バンドルを打った方が効果が高い。やはり頼りになるのは、演奏であり、工夫次第で役に立ちそうなのは雷撃だ。この二つの魔法を、素早くかつ正確に使いこなしていくことを目標にすることにした。
魔法攻撃を試す中で分かったのだが、赤肌は黒肌より明らかに魔法抵抗が高い。だから雷撃のような魔力で直接攻撃するような魔法ではダメージが半減される。その一方で炎装は魔力そのものというより魔力によって生じた火炎と爆発と衝撃をぶつける魔法だが、こちらの方がよくダメージが通る。そしてここに来てはっきりしたが、下に行けば行くほど白勇気の動きは速くなり的確になる。やがてレカンとアリオスをもってしても容易に突破できない階層に出会うことになるだろう。翌日は51階層まで到達した。嬉しいことがあった。50階層の大型個体を倒したとき、救命剣ブルドシラーを得たのだ。救命剣には体力吸収という恩寵がついている。これは魔獣に与えたダメージの1割ほど、こちらの怪我が治り体力が回復するという恩寵だ。レカンには回復があり、体力回復薬もある。だから多分この剣は不要だろう。それでもどんな恩寵であるのか、その使い心地をぜひ試してみなければならない。それにしても人が多い。ここまでの階層でも人の多さに驚いたが、50階層では一段と人が多かった。1000人以上いると言われても信じるだろう。おかげで通路にもそこそこ人がいて、できるだけ人と出会わない順路を選ぶのが大変だった。アリオスは文句も言わずついてくるようになった。良い傾向である。51階層は50階層に比べると人が少ないようだが、やはり40階層台より随分多い。まあ難易度の高い階層に達すれば人も減るだろう。レカンは次々に階層を制覇するのが楽しくてならなかった。6、1の月の13日である。ツボルト迷宮の探索を始めたのは9日だから、昨日までで4日探索したことになる。4日の探索で51階層に達するというのはレカンにとって初めての経験だ。昨日は51階層まで到達したのだが、50階層の大型個体は今までとは手応えが違った。また数も6体と多い。とはいうものの、ここに来てアリオスが俄然力を発揮している。白勇気は人間型の魔獣である。そして剣や槍でしか攻撃してこない。力は強く打たれ強いものの、首という弱点があり動きは速くない。対してアリオスは対人戦闘の達人である。一人で多数を相手にする技も持っている。この迷宮でのアリオスはニーナエとは比較にならないほど強さを発揮できている。またレカンとの連携もニーナエで十分に練習できている。つまりウィラードにとってツボルト迷宮は非常に相性の良い迷宮なのだ。迷宮に到着したレカンとアリオスは中に入ろうとする人の列に並んだ。入り口前には兵士がいて、観察を確認してから中に通している。さほど待つこともなく二人は迷宮に入り51階層に降りた。図か。呪文を唱えると魔法が発動し、この階層の略図がレカンの脳裏に浮かぶ。階段のある部屋は2つで、2つとも人間はいない。近い方の部屋に向かった。アリオス。今度は俺が先に入る。はい。大型個体のいる部屋に入ったレカンはいきなり魔法を放った。雷撃。横に広がって、すべての敵に絡みつく雷撃だ。6体の魔獣の動きが止まる。だが、死んだ魔獣はいない。レカンは、先頭の白勇気の首をはねた。アリオスは、レカンに続いて部屋に飛び込み、6体の魔獣の後ろ側に回り込む。素晴らしいスピードだ。そして、一番後ろの魔獣の首をはねる。レカンが、2体目の魔獣の首をはねたとき、残った3体の魔獣が動き出した。雷撃。うまくアリオスをかわして、3体の魔獣に雷撃を浴びせることができた。3体が麻痺から立ち直る前に、その首は飛んだ。すごい効果ですね。この戦法、どんな相手にも通用するんじゃないですかね。ああ。雷撃と、俺とお前の組み合わせは、いいな。使える。この階層から手応えが出たと思ってましたが、また簡単になっちゃいましたね。先に進めばいいことだ。私は、飛び出さない方がいいんでしょうか。いや、二人並ぶのは危険だ。前後か左右に散った方がいい。俺は、お前ほど素早く移動できんし、あそこまで、うまく、敵の間をすり抜けることもできん。できるだけ広い場所に飛び出して、敵をそちらに引きつけてくれ。部屋の中は広くない。狭い場所に押し付けられたら動きが取れない。アリオスには、戦闘空間を広げる役をしてもらいたかった。
了解しました。52階層に降りた。いかんな。二つとも埋まっている。どうします?待とう。近い方の部屋に向かい、入り口の前に座り込んだ。お、二体倒したな。魔獣が死ぬと、生命感知から反応が消える。その能力で、部屋の中の様子がある程度わかる。ということはあと4体ですか。そうだな。アリオスとそんな会話を交わしていると、中から冒険者たちが飛び出してきた。真っ先に飛び出したのは、杖を持った男で、老人とまでは言わないが、かなり年配だ。次に飛び出してきたのは、弓を持った若い男で、金属の胸当てと金属の鉢巻きをしている。それから、剣士らしき女と、やはり、剣士らしき男、槍を持った男、盾を持った男が出てきて、最後に剣を持った、がっしりした男が出てきた。うわぁ、参った参った。弓を持った若い男が、レカンの近くに腰を下ろした。順番待ちか。悪いね。もうちょっと待ってくれ。ああ。問題ない。俺がどじっちゃって、赤肌一匹を封じ損ねちまってね。魔法を打ってきやがったんで、一時退却ってわけ。ほう。魔法を。この迷宮の白勇気が魔法を使うところなど見たことはない。というより、白勇気が魔法を使うのを見たことがない。一体どういうことなのだろう、トレカンは思った。そ。時間をかけすぎたんだ。封じ損ねたというのは?いや、矢が喉に刺さってると、奴ら魔法を打てないだろ。一匹はちゃんと封じたんだけどさ。もう一匹は、喉じゃなくて、ちょっと、横の方に刺さっちゃったんだ。この辺。若い弓使いは、自分の喉の左下の方を指さしてみせた。てっきり命中してると思ってたけど、前衛が黒肌とやり合ってる最中に、ぼ、おおおって声を上げ始めた。もう、びっくりしたね。それはびっくりしただろうな。リーダーが、逃げろ、って大声出して。撤退の順番はきっちり決めてたし、入り口の前で戦ってたからね。全員無事で出てこられたよ。盾持ちの男が口を挟んだ。ニコス。うまく盾に当たったからよかったが、危ないところだったぞ。若い男はニコスという名のようだ。ごめん。がっしりした男も会話に参加した。一度、魔法攻撃が来ると、次々に撃ってくるからな。まあ逃げちまった方が手っ取り早い。さあ、もう一度入るぞ。うん。がっしりした男は、レカンの方に向き直った。6体のうち黒肌2体は倒したし、残り2体にも手傷を負わせた。すぐに済む。ああ。幸運を。ありがとよ。先ほど出てきたのと逆の順番で、7人は部屋の中に入っていった。レカンとアリオスは、7人が消えた入り口をしばらく眺めていた。アリオス。はい。知ってるか。この迷宮の白勇気は魔法を打ってくるんだぞ。ええ。赤肌と呼ばれる方の白勇気ですね。黒肌の方は物理特化なんでしょうね。なんで、俺たちは、その魔法を見たことがないんだろうな。多分、早く倒しすぎてるからだと思います。7。レカン殿。うん?レカン殿は中の様子がわかりますが、普通はわかりません。戦闘中に、別のパーティーが入ってきたら、どうなるんでしょう。俺が元いた世界では、冒険者が魔獣と戦っている最中に、その場に踏み込んできた奴は殺されても文句は言えない、という暗黙のルールがあった。まして、戦闘に手を出そうものなら、横殴り野郎という烙印を押されたな。へえ。じゃあ、みんな、そういうことはしなかったんですね。する奴はする。ダメじゃないですか。結局、自分の身は、自分で守るしかない。人の戦いを盗み見るような冒険者は、いつ襲ってくるかわからん。それに対処できんような奴は、迷宮では長生きできん。なるほど。獲物を横取りされて悔しかったら、横取りされないだけの力をつけるしかない。不意をつかれて殺されるようなら、実力か警戒心のどちらかが足りなかったんだ。やっぱり迷宮って、そういうものですよね。この世界の迷宮では、そこらあたりがどうなっているか知らんが、うっかり、別のパーティーが、戦ってる時に踏み込んだら、すぐに、その場を去るべきだろうな。私たちが戦っている時に、誰かが踏み込んできたら?相手の出方次第だ。だが油断はできんな。さて、前のパーティーが下に降りて、次の魔獣が湧いた。入るぞ。赤肌は殺すな。はい。レカンが先に入り、アリオスが続いた。雷撃。
バリバリと雷電が走り、6体の魔獣にまとわりつく。レカンが先頭の黒肌の首を飛ばす。アリオスが右奥に走り込んで黒肌の首を落とす。これで残りは黒肌2体と赤肌2体だ。展開パシュート。レカンの左手にボルカンの盾が現れる。4体の魔獣が再び動き始めた。黒肌一体はレカンに向かってくる。振り下ろされた斧をボルカンの盾で防ぐ。もう一体の黒肌がアリオスに向かう。ブーンとうなりを立てて襲いかかる大きな両手剣をアリオスは余裕を持ってかわしている。赤肌2体はのそのそと後ろに下がっていく。レカンが魔獣の斧を盾で防ぐ。アリオスが両手剣の斬撃をかわす。そのうちに後方に下がった赤肌の一体が口を大きく開けてうなり声を上げた。おおおお。そして口の中に光が生じた。白くくすんだ表皮の色が薄赤色に染まる。口の中の光が爆発し、光の槍となってレカンを襲った。む。レカンはボルカンの盾でその光の槍を受けた。ドゴンと音がして盾が揺らぐ。一瞬遅れてもう一体の赤肌も口を開けたかと思うと光の槍を吐き出した。光の槍はアリオスの腹に着弾して弾ける。すかさずレカンの前の黒肌が斧を振るう。レカンは半歩下がってその斧をかわし、大きく一歩踏み込んで剣を横に振り、魔獣の首を飛ばし、棒立ちになった首のない死体をかわして前に突進し、赤肌の首を飛ばす。アリオスはといえばすでに黒肌一体と赤肌一体をほふっていた。大丈夫か？ええ、この鎧はすごいですね。アリオスは全くダメージを受けていないようだ。ニーナへの真相で手に入れた八目大蜘蛛上位種の甲殻と服、それに女王種の甲殻をも使って作られた鎧である。魔法攻撃には強い耐性を持つことが実証された形だ。予備動作がなかったな。ええ、不思議なことです。先にレカン殿を攻撃した魔獣はうなり声を上げていたのに、私を攻撃した魔獣はいきなり魔法を打ってきました。よくわからんが、一体が準備すれば二体目は準備を省略できるのだろうかな。それともうなり声を上げなくても準備できるのかもしれません。うなり声以外に何か予兆があるかもしれん。次の戦闘で様子を見よう。二体目の赤肌の魔法攻撃には意表をつかれた。だがそれでもアリオスならかわすことはできたはずだ。おそらく鎧の性能を確認するため、あえて装甲の厚い部分で受けてみたのだ。はい。それにしてもなかなかの威力でしたね。ああ、衝撃も強かったし貫通力もありそうだ。演奏とよく似たタイプの攻撃のように感じたな。宝箱が一つ出たので開けてみると斧が入っていた。鑑定したところ軽量化と威力負荷の音調がついていた。高く売れそうだ。迷宮の外に出る白勇気も魔法を使うんだろうか。いやいや、そんなことはありません。使いません。この迷宮の白勇気が特別なんです。そうか。考えてみるとなかなか厄介な魔獣ですね。そうか。レカン殿も私も剣に威力があるし速度もあります。狙いも精密です。だから簡単に首を飛ばしています。でも普通の冒険者ではそうはいかない。黒肌は防御力が高いですからね。それはそうだな。黒肌に手こずっている間に赤肌が後ろから魔法で攻撃し始める。そうなったらかなりの脅威ですよ。50階層台の黒肌は騎士の鎧並みの高度を持っている。そして鎧の上部に張り出した部分があって弱点である首を覆っている。レカンやアリオスはその張り出し部分をかわして攻撃しているが、この階層になると魔獣の動きも速く、波の使い手では同じことはできないだろう。魔獣の死骸から魔石を抜くと、レカンとアリオスは53階層に降りた。8。またしても、下層への階段がある2つの部屋は、2つとも使用中だった。近い方の部屋は、中にも8人いるし、外にも5人いる。遠い方の部屋は、中に10人いるが、外には人がいない。遠い方の部屋に行くことにした。ところが、遠い方の部屋に向かう途中で、別のパーティーが遠い部屋に近づいて行き、そのうちの一人が部屋に入ってすぐに出た。そのパーティーは部屋の前で停止している。順番待ちをするつもりだな。予定を変えて近い方の部屋に向かうことにした。部屋の前まで行ってみると、外に待機していた5人は騎士だった。
5人とも座らずに立っている。騎士たちは近づくレカンとアリオスをちらりと見たが、それはあまり気持ちの良い視線ではなかった。多少の距離を置いてレカンが座り込むと、騎士の一人が固い声で言った。この部屋は我ら義土騎士団が使用中である。うん、順番待ちをしてるんじゃないのか。無礼な口を聞くな、レカン殿。行きましょう。その時部屋の中から騎士が二人飛び出してきた。入り口の前で待機していた二人の騎士が代わって中に入った。飛び出した騎士二人は列の一番後ろに並び、小赤ポーションを取り出して飲んでいる。部屋の中から騎士が顔を出した。全員中に入れ。外で待機していた5人は急いで中に入り始めたが、生命感知は部屋の中の青い点が消えたのを捉えている。レカンは立ち去りかけた足を止めて様子を見ることにした。その後騎士たちは奇妙な動きをした。13人いたうちの11人が仮装に続く階段に一旦入り、その後部屋に戻ってきたのである。そして13人全員が部屋の外に出てきたのだ。うん、お前たちまだいたのか。先ほど部屋は使用中だと言った騎士が汚らしいものでも見るような目でレカンとアリオスを見た。アリオスが袖を引いたので、レカンは黙ってその場を立ち去り、遠い方の部屋に向かった。今のは何だったんだ。迷宮騎士ですよ。くだらない。迷宮騎士、聞き覚えのある言葉だと感じたが、すぐに思い出した。以前ノーマに説明を受けたことがあったのだ。諸侯に仕える騎士で迷宮で強さを得た者を迷宮騎士と呼ぶのだった。あまり腕が立つようには見えなかったかな。剣の腕なんか磨いてませんよ、あいつらは。珍しくアリオスの口ぶりが厳しい。あいつらはね、いい装備とたっぷりの消耗品で力ずくで迷宮を攻略していくんです。ろくな攻撃ができなくても、それどころか直接戦闘に参加していなくても、一緒に迷宮に潜れば体力が増加しますからね。ああ、なるほど。戦闘技術は低くても生命力が膨大で筋力も並外れて強い騎士が大勢いれば、防衛戦力としては非常に有効だ。死ににくくなればおいおい戦闘技術を身につけていくこともできる。それはそれでありだろうな。だがどうもアリオスは技を磨かないで迷宮探索に参加するだけで力を得た者を毛嫌いしているようだ。そういう相手と戦ったことがあるのかもしれない。こいつが迷宮に潜ったことがないというのも案外そこらに理由があるのかもしれんな。ふむ、ノーマから聞いた説明と少し違う点もあるな。まあこういうことに関してはノーマは門外漢だからな。あ、そういうことか。どうかしたんですか。さっきの騎士たちは魔獣を倒した後、下の階層に続く階段に入った。ところが部屋の中に二人残っていたんだ。そして階段に入った奴らは下に降りるんじゃなく階段を引き返してきて部屋に戻った。そして部屋から出てきた。それが何か。全員が階段に入ってしまうと新しい魔獣が湧く。無傷の白勇気が6体だ。そうさせないために2人が残った。階段に入ったら印ができるから、印のないものに印を作らせたんだ。ラフィンの岩棚邸の主はその階層に足を踏み入れれば印ができると言っていた。だが50階層から51階層に降りる階段に入った時試してみたところ、51階層の印ができていた。レカンは閉めたと思った。というのはこの迷宮では地上階層から天位で飛ぶと階段の終点近くに飛ぶのだ。つまり一旦地上階層に転移し、そこから51階層に転移すれば長い階段を降りることなく終点近くに飛べる。そう考えたのだ。ところが実行してみると階段の終点近くではなく階段の支点についてしまった。多分51階層に実際に足を踏み入れれば終点近くに着くのではないかと考え、実験してみたらその通りだった。つまりナークの説明は間違いではなかったが、少し言葉が足りなかったのである。そうでしょうね。そして下には降りず、もう一度同じ部屋を攻略するんでしょうね。手っ取り早く強化するために大型個体の部屋を独占してか。迷惑な話だな。もしかしたら騎士団の奴らはほとんど戦わず、ここの領主が派遣した騎士か冒険者に戦わせているかもしれませんね。そりゃひどいな。そんなことまでするものなのか。迷宮騎士なんてそんなものですよ。随分辛辣だ。あ、ちょっと待て。どうしました。
実験してみたいことがある。ちょっと待っててくれ。そう言うと、レカンは手近な部屋に飛び込んだ。6体の白勇気がいる。雷撃。レカンに襲いかかろうとした6体の白勇気が麻痺して動きを止めた。一番手前にいたのは赤肌だったので、その右腕を切り落とした。そして部屋を出た。あれ？用事はもう済んだんですか？いや、もう一回入る。もう一度部屋に入った。雷撃。先ほど右腕を切り落とした赤肌は、やはり右腕がなかった。今度は、その赤肌の首を切り飛ばした。部屋を出た。生命感知には、5つの青い点が映っている。立体知覚を発動させると、先ほど首を切り落とした魔獣の死骸が、そのまま横たわっているのが分かった。待たせたな。行こうか。何をしたんです？傷をつけた魔獣は、部屋を一旦出てもつけた傷が消えていなかった。そして、6体のうち1体を殺して部屋を出ても、中の魔獣は5体のままだった。ああ、検証してみたんですね。人から聞いた話を鵜呑みにしないわけか。さすがレカン殿。ところで、そろそろ食事にしませんか。そうするか。魔獣のいない部屋に入って食事をした。迷宮を探索している時のレカンは、食後はたっぷり時間をとって体調を整える。そうしているうちに、ちょうど大型個体の部屋が開いた。9。53階層のボス部屋にレカンが入り、後からアリオスが入ってきた。レカン殿。正面の黒肌、恩寵武器を持ってます。ほう。正面の黒肌が持っているのは、何の変哲もないショートソードだ。受けてみるか。ここまでの戦いで、レカンは、ほとんど、敵の武器と自分の剣を打ち合わせていない。人間相手でももともとそうなのだ。相手の武器にぶつければ、それだけ、こちらの剣は刃こぼれする。必要な場合は、遠慮なく打ち合わせるが、その場合でも刃こぼれしないよう、角度やタイミングを調整する。だが、恩寵付きの武器の威力を自ら味わう貴重な機会だ。そう思って、相手が振り下ろしてきた剣を斜めに弾こうとした。その瞬間爆発が起きた。とっさに、左手で目をかばったが、体全体が強く吹き飛ばされ、顔に損傷を受けた。そして、そのまま意識を失った。レカン殿、起きてください。目を開けると回廊に横たわっていた。ごく近くには魔獣はいない。起き上がってアリオスに聞いた。ここはどこだ？口の中に何かがある。体力回復薬だ。54階層への階段に差し掛かった場所ですよ。確かにそうだ。ここは、ボス部屋を出てすぐの場所だ。運んでくれたのか。すまん。いえいえ。魔獣は全部倒したのか。はい。一人で6体を相手すると、かなり歯ごたえがありますね。この迷宮では、ほとんど、相手の攻撃を受けたことのないアリオスだったから、ニーナへの八目王蜘蛛の素材で作った軽鎧は、先ほどまで新品同様だった。それが、今はいくつもの傷を受け、汚れている。それは、戦闘の激しさを示すものだ。同行者がアリオスで幸運だった。他のものであれば、レカンを守って、6体の魔獣すべてを倒すなど無理だったろう。それどころか、レカンを置いて逃げても当然だ。それにしても、レカンを守ったまま敵を倒し切ったというのは凄まじい。こいつ何か奥の手を隠しているな。だがまあそれは当たり前だな。すまん。世話になった。体力回復薬を飲ませてくれたのか？ええ。顔に赤ポーションをかけて、それからレカン殿にもらった体力回復薬を飲ませました。剣が爆発した時、確かに顔に損害を受けた。唇もズタズタになっていたような気がする。直ちに赤ポーションと体力回復薬を投与してくれたのは、さすがだ。体力回復薬は、レカンが作ったものだ。いざという時使うよう、アリオスに10個渡してあったのだ。手のひらで顔をつるりと撫でたが、異常はない。立体近くでも異常は発見できない。痛みもない。あれは一体何だったんだ？これですよ。アリオスが箱から見覚えのあるショートソードを取り出した。先ほど魔獣が持っていた剣だ。鑑定。ふむ。名前は爆裂剣豪プシラー。音調は爆発の章。一定の強さ以上の衝撃を与えると、剣の前方に向かって爆発が起きる。回数は100回。回数制限があるのか、つまらん。剣が爆発した時、魔法の匂いはしなかった。ということは、
温兆剣の爆発は魔法以外の作用によるものだ。元の世界にもそういうものはあった。ただ爆発したのに爆裂剣が何の損傷も受けていないのが奇妙といえば奇妙だ。話には聞いたことがあります。章であれだけの爆発が起きるとすると昼夜台だととんでもないですね。使いどころのわからん温調品だな。とんでもない。考えてもみてください。弱兵でもレカンドノを気絶させられるんですよ。む、言われてみればその通りだ。爆発の強さは使い手の技量と関係がない。誰が持ってもあの威力が出るのだとすると、大して強くない冒険者でも一撃で強力な魔獣が倒せるし、これが10本ほどあればかなりの突破力を持つ部隊が組める。ちょっと実験をしてみる。とにかく降りるぞ。隠蔽、隠蔽。二人は走って階段を降りた。他の冒険者はいなかった。54階層に降りると、レカンは手近な空き部屋に入った。いきなり岩壁に爆裂剣を叩きつける。爆発音が響き、岩のかけらが飛び散る。破片はレカンの顔にも当たった。アリオス、小石を投げてみてくれ。はい。アリオスが投げた小石を爆裂剣で横に弾く。爆発が起きて小石は砕け散りながら吹き飛ばされた。もう一度だ。はい。今度は剣の横腹で小石を弾いた。爆発は小石のある方向にではなく刃先の方向、つまり地面に向かって生じた。アリオス、後ろ側から剣で切りつけてみてくれ。はい。レカンは爆裂剣の刃先を左の方に向けている。両刃の剣だが、剣身の作り方からも柄の作り方からも明らかにこちらが表側だ。レカンは後ろ側から切りつけるよう指示したが、それはつまりレカンから見て右の方に打撃を加えることだ。アリオスが指示の通りに剣で切りつけると、切りつけた側ではなく左の方に爆発が生じた。次にレカンは爆裂剣を地面に置き、ラスクの剣で横腹を叩いた。爆発は生じたが、爆裂剣は少しばかり後ろに飛んだものの、激しく吹き飛びはしなかった。今度は爆裂剣を鞘に収め、そのまま岩壁を叩いた。爆発は起きなかった。さらに強く叩いたが、やはり爆発しなかった。爆裂剣を拾い上げると鞘から抜き、岩壁を弱く叩いた。爆発は起きなかった。少し強く叩いた。やはり爆発は起きなかった。さらに少し強く叩いた。爆発した。極めて強い力で叩いた。爆発した。そんな風にいろいろの実験を繰り返した。最後には投げつけて爆発させたり、投げつけた剣をアリオスに弾かせるようなこともした。やがて100回の制限を超えてしまったのか、剣は爆発しなくなった。鑑定、うん、残り回数がゼロになっているな。レカンはそう言って爆裂剣を鞘に収め、地面に置いた。爆発は剣から一定の方向、というか真ん前だな、真ん前にしか生じない。弱く叩いても強く叩いても爆発の強さは変わらない。人間が持っていようがいまいが、衝撃を与えれば爆発する。投げつけても爆発する。不思議なことに爆発しても剣自体は押し返されない。つまり爆発の力は前方にのみ生じる。鞘に入ってると爆発しない。そんなとこかな。対処法は？とりあえず白勇気が正体のわからない剣を持っているとき、できるだけ刃筋の正面に立たないことだな。特に剣と剣を打ち合わせるときには。それものすごく難易度が高くないですか？爆発に殺傷力があるのはせいぜい一歩の距離だ。二歩以上離れていれば危険はない。一歩以内の距離でも鎧の胴体部分で受ければ十分防げる。威力の高い部分はわずかだから、中心さえ外せば致命傷にはならん。ああ、なるほど。それならなんてことありませんね。さすがレカン殿。どうも、だいぶ長い時間気絶していたようだ。レカンの体内時計がもう夕刻であると告げている。ボス部屋が空いている。行くぞ。はい。しばらく歩いて、こそりと言った。俺はついてるな。私が一緒だったからですか？それもあるが、もっと深い階層の強力な敵が相手で、爆発が小でなく大だったら、死んでいたかもしれん。なるほど。確かにそうですね。この日は55階層まで降りた。ポーション以外では、睡眠がついた剣と弱体化がついた短剣が出た。いずれも、相手に
その武器で傷をつけると効果が発生する。試しに白勇気相手に使ってみたところ、効果が現れた。ただし睡眠は成功率3割程度で、相手の抵抗力にも左右されるようだ。こんな剣はいらない。弱体化の方は相手の速度と攻撃力が弱まる温調なのだが、試した限りでは必ず効果が現れた。これは強敵との戦いで切り札の一つになり得るかもしれない。この日は迷宮で寝た。中。翌日、目を覚ましたレカンは、収納から小さな袋を取り出し、中身を手のひらに乗せた。幸せの虹石ウィラード。枝の父が母にプレゼントし、母が枝に渡した石ころで、白、赤、オレンジ、黄、緑、青、紫と、7つの色をすべて備えた少し珍しい虹石だ。高価な品というわけではないが、枝にとっては、これは、持っていれば幸せが訪れるという、本当に大切な石であり、両親の形見なのだ。枝を助けに、レカンがゴンクール邸に突入した帰り道、枝は、これをレカンに渡した。あんたにはそれがいると思うから。そう言って。レカンは、ウォーカを出る前に、枝にこれを返そうとしたのだが、枝は受け取らなかった。この次会うまで、レカンが持ってて。だから、今も、レカンはこれを持っている。それが、枝さんの幸せの二次席ですか？ああ。ニーナエ迷宮を探索していた時、ウィラードというパーティー名の由来についてアリオスが聞き、枝が説明した。だから、アリオスは、この石のことを知っている。俺は恵まれているな。しみじみと、レカンは、自分の幸運を味わっていた。この地に落ちて、サイドモール家で暮らせたこと。チェーニーとの、そして枝との出会い。シーラとの出会い。ノーマとの出会い。アリオスとの出会い。レカンは、ニーナへの迷宮を踏破した。しかも、迷宮の主の部屋では、1万匹のマダラクモというおまけがついてきた。そのおかげで、レカンの強さは大きく伸びた。だが、あれは、アリオスと、ヘレスと、エタと一緒だから乗り越えられた戦いだった。それを思えば、ニーナへ迷宮の冒険で助けられたのは、ヘレスの側ではなくレカンだったとも言える。そして、ニーナエ迷宮で培った力があればこそ、今、ツボルト迷宮を、思いのままに探索できているのだ。爆裂剣で迎えた危機も、レカンとアリオスがまとう、ハチメオウグモの軽鎧のおかげでしのげた。ええ。私もです。アリオスの言葉は、素直な響きを持っていた。レカンは、収納から、インテュアドロの首飾りを出して首にかけ、軽鎧の下に押し込んだ。これも、ニーナエで得たものだ。ここからの回想では、これが必要だと思われた。11。二人は、ゆっくり食事をとり、55階層のボス部屋に入った。レカン殿。今度は、私が先に入ってみます。ほう。アリオスに続いて部屋に入ると、魔16体は、アリオスの方に注意を向けていて、レカンは、余裕を持って相手を確認できた。黒肌3体と赤肌3体だ。ここらの階層まで来ると、魔獣の反応も早くなってきて、のんびりと観察してもいられないのだが、アリオスが先行してくれれば、レカンとしては楽だ。左端。アリオスが、短く声をかける。ということは、左端の黒肌が、多分、音調付きの剣を持っている。レカンは、中央の黒肌の首を刈り取った。アリオスが、右奥の赤肌の首を落とす。レカンが、右側の黒肌の右に回り込む。音調武器を持つ白勇気の盾にした格好だ。右側の黒肌が斜め上から剣を振り下ろすのをわずかにかわし、相手の剣を持つ手首に切りつけた。だが、その黒くなった腕には意外な硬さがあり、ラスクの剣は金属音を立てて手首の上を滑った。その時、バリバリと音がして発光現象が起き、雷電がレカンに襲いかかった。インテュアドロの首飾りの音調が発動し、その雷電は、レカンの手前の見えない壁に伏せがれ、激しく発光する。レカンは、剣を、左から、右に水平に振り、手前の黒肌の首を切り飛ばす。そのまま回り込んで突進し、奥側の黒肌の首を落とした。アリオスはといえば、レカンの斜め後ろに下がっている。二体の赤肌は、アリオスを追おうともしないで、奥の方で佇んでいる。演奏バンドルー。赤肌の一体に演奏が着弾し、吹き飛ばす。だが、ダメージは、与えたものの倒せてはいない。この階層まで来ると、赤肌の魔法抵抗は相当に高い。もう、一体がうなり声を上げ始めた。おう。開いた口の中に、青白い光が灯り、爆発的な勢いでレカンに迫る。
インテュアドロの首飾りが攻撃を防ぐ。レカンは、身じろぎもせず、2体の魔獣とその攻撃を凝視している。もう、一体の赤肌が起き上がり、口を開くなり、薄赤い光の槍を放ったが、インテュアドロの首飾りに阻まれて飛散する。最初の赤肌が、青白い攻撃を放つ。2番目の赤肌が、薄赤い攻撃を放つ。都合8度の攻撃を受け切ってから、レカンは、突然前進して、左側の赤肌の首を飛ばした。その時、アリオスも、右側の赤肌の首を飛ばしていた。これで敵は全滅だ。宝箱が出ている。中から剣を出して鑑定した。名前、雷鳴剣ギンティルシラー。品名、剣。音調、雷電。ある程度、以上の速度で振ると、前方に雷電が飛ぶ。ほう。なかなかいい音調に思える。かなり威力もあったようだった。アリオスにも音調を説明した。一人で、複数の魔獣を相手にできそうですね。横に振ると、範囲も広く使えそうです。ただ、あの、眩しい光は邪魔ですね。そうだな。だがとにかく使ってみるか。レカンは、ふん、と雷鳴剣を振った。雷電が飛んで岩壁を削った。もう一度、ブイン、と、素早く雷鳴剣を振った。雷電が飛んで岩壁を削った。振る強さや速さで威力が変わるということはないようだな。それにしてもチカチカ眩しいな。敵の目くらましになるでしょうけど、味方の目もくらんでしまいますね。味方以前に、使用者本人の害になる。こんな眩しい光が目に入ったら、一瞬目の前のものが見えなくなってしまう。目のない白勇気が使うには、もってこいの武器だろうが。とにかく、56階層に降りよう。56階層だったよな。そうだと思います。それより、先ほど魔法攻撃を防いだあれは？うん。インテュアドロの首飾りの効果だが。その首飾りですか。ニーナエで手に入れた品ですよね。ああ、そうだ。お前は、この首飾りの機能を知らなかったかな？知りません。魔法攻撃を自動的に弾いてくれる。それに魔力庫としても使える。魔石を回収して、二人は階段に入り、下の階層に降りた。レカンは、もう一度階段に戻り、呪文を唱えた。階層を縮める。やはりここは56階層だった。間違いない。12。階段から出て呪文を唱えた。ズカコズニット。56階層の略図が脳裏に浮かぶ。ボス部屋は埋まっていた。よし。手近な部屋に入って、雷鳴剣を使ってみよう。俺が先に入る。雷鳴剣を使うから、俺の横に出るな。わかりました。近くの部屋に入って、アリオスも入ったのを確認してから、雷鳴剣を振った。6体の魔獣全部に攻撃が当たった。大型個体より一回り体が小さい。レカンに殺到しようとしていた魔獣たちの足が止まり、やや後ずさった。だが、それだけだ。一瞬の後、黒肌3体は前進しようとした。レカンは、もう一度雷鳴剣を振った。やはり、6体全体に攻撃が当たった。だが一体も倒せなかった。それからは乱戦になった。レカンは、そのまま雷鳴剣で戦ったが、振るたびに、眩しい光を放ち、雷を飛ばすので、鬱陶しいことこの上ない。攻撃も何回か食らってしまった。だが、赤肌が魔法を使う前に倒せた。ダメだな。この雷鳴剣は、いえ、相手次第でしょう。それなりに威力はあるようです。地上の赤猿や雲猿なら、一振りで10匹以上倒せますよ。そこらの盗賊でも、ここの迷宮でも上層なら大きな効果があるでしょうね。そういえばそうか。剣士が範囲攻撃をできるわけだ。初心者剣士が魔獣や盗賊の群れを相手取れる。いい値段で売れそうな気がします。お前、いるか？いりません。ボス部屋はまだ2つとも埋まっている。その片方の近くまで移動した。レカンさん、迷宮の回廊を走るのはやめませんか？なぜだ？すれ違った人がびっくりしています。図下で、できるだけ他のパーティーと交差しない順路を見つけているのだが、避けきれない場合もある。びっくりさせてはいかんのか？相手の警戒心をかきたてませんか？ふむ。では、今後は、誰かと行き合ったら速度を緩める。速度を緩めるということは、結局走るんですね。そうだ。よし。ここに入るぞ。これは、ボス部屋、ではないですよね。ああ。実験したいことがある。
その部屋で、レカンは、救命剣を試してみた。ちょうど傷を負ったので、いい機会だと思ったのだ。救命剣で、魔獣の首を跳ね飛ばしたら、傷も治り、打撲部分の痛みも収まった。疲れが癒されたような感覚もある。しまったな。首を飛ばさずに、軽く傷つけるだけにしておくんだった。だが、白勇気は、首を飛ばさない限り、ズタズタになっても襲いかかってくる。およそ痛みとかひるみとは縁のない魔獣だ。軽く傷つけるなどという戦い方はできない。この日は、結局、61階層まで降りた。恩寵品はもう出なかったが、槍2本と剣4本が出た。いずれも良い品だ。さすがに、この辺りの階層で出る武器は上級品だな。それにしても、武器そのものの性能や完成度は、恩寵のついていないものの方がついているものより上だな。多分、恩寵品の方が、ずっと高く売れるだろう。だが、レカンが実際に使いたいのはどちらかと聞かれれば、恩寵のついていない品を選ぶ。いずれにしても、こんなに多種多様な剣や槍が出るとは驚きだ。この迷宮に来てよかった。枝は、今頃どうしているだろうかというような思いは、この時レカンの脳裏にはない。まして、フォードのことなど完全に忘れ去っていた。13。探索を終えて、ラフィンの岩棚邸に帰ると、狭い食堂は客で溢れ返っていた。と言っても、テーブルは4つしかないのだが、一旦部屋に上がって、後で食事をしようかと思ったが、長期、滞在の冒険者たちが、席を詰めて、レカンとアリオスが座れる場所を作ってくれた。気持ちの良い男たちだった。ろくでなしグリンダムは3人パーティーだ。タンヤリ使いのツインガー。相応の使いのブルスカ。魔法使いのヨアナ。いずれも、この町の出身である。食事客の多くは近くの住民たちだったようで、グリンダムの3人は、気楽に言葉を交わしていた。14。1の月15日である。休養日にしようというアリオスの懇声を退けて、この日も迷宮探索となった。61階層のボスを倒し、62階層のボス部屋に入った時、アリオスが声を上げた。左から2番目の黒。この時レカンは、ほとんど、反射的に呪文を唱えた。相手の動きが止まっており、鑑定が成功するだろうと直感したのだ。鑑定。え？ジュインケンゾマルシラー。傷を受けると、徐々に命が失われる。うわぁ。怖いですね。戦闘に突入しつつ、のんきそうにアリオスが反応した。ジュインケン待ちは、ごく自然にアリオスが分担している。大丈夫かな？レカンは、何度も、白勇気の打撃を浴びているが、アリオスは、レカンが爆裂剣で気絶した時を除いて、一度も、相手の剣や槍を体に当てさせていない。万一かすっても、鎧の上からでは無効だろう。いや、待て。毒ならば鎧を通さないだろうが。この剣の呪いはそうじゃないかもしれん。この乱戦の中だ。完全にかわしきるのは難しい。レカンは、銀色の指輪をはめており、ハルトの短剣も装備している。ジュイン剣の攻撃を受けても、重大な結果にはならない。だが、アリオスはそうはいかないだろう。もし街灯にかすっただけでも、ジュイン剣の効果が現れるとすると、危険かもしれない。アリオス。何ですか？今忙しいんですけど。ジュイン剣の効果は、街灯や鎧に触れても発生するだろうか？え？わかりません。でも、効果あるかもしれません。となれば、レカンの決断は早かった。アリオス、相手を買われ。了解。レカンとアリオスは、お互い相手取っている敵を引きつけつつ、部屋の中央部に交代し、くるりと入れ替わった。相手の攻撃を、自分の装備にすらかすらせもしないとなると、レカンは苦手だ。アリオスは得意だ。とはいえアリオスも、もはや、すべての攻撃をかわそうとはしていない。特に、魔法については、鎧の頑丈な部分で受けるようにしている。やがて、レカンとアリオスは、7体の敵をすべて倒し、ジュイン剣を手に入れた。レカンは、アリオスと自分に回復をかけた。15。珍しくも、宝箱が6つ出て全部大赤ポーションだったので、アリオスに渡した。63階層に降りた。レカンは、手近な部屋に飛び込んで、ジュイン剣を試してみた。ジュイン剣は、赤肌にも黒肌にも効果があった。傷つけられた場所に古代文字のようなものが浮かび上がって発光する。そして時間を置いて死ぬ。効果があることは分かった。だが、こんなに時間がかかるのでは、迷宮の実践には不向きだな。赤肌の方が早く死にましたね。
黒肌の方が動き回っていたんですけどね。人間の場合だと徐々に弱っていくのかもしれんな。適当な実験台が現れるといいんだが、すごく危険なことを言ってるって自覚あります？よその町に行った時、盗賊の討伐でも受けてみるかな。ああ、そういう意味ですか。いっそ迷宮の中で誰かが襲ってきてくれるといいんだが。やめましょうよ、そういうこと言うの。それに服や鎧にかすっても効果があるかどうか魔獣相手では検証できん。あ、どうしました？次の部屋に行くぞ。はい。すぐ横の部屋に飛び込んだ。そして赤肌3体を先に倒し、黒肌を2体倒し、残った黒肌2体に呪印剣で切りつけた。呪いの印がぼーっと発光した。しばらく相手の攻撃をかわしてから、レカンはハルトの探検で一体に切りつけた。すると切りつけられた魔獣の呪印が消えた。もう一度その魔獣に呪印剣で切りつけ、少し様子を見てからハルトの探検で切りつけた。ふむ、なるほど、もう倒していいぞ。了解。魔獣2体を倒してからレカンは呪印剣をアリオスに渡し、ベルトの留め具を外してハルトの探検を床に置き、左手を差し出した。切ってみてくれ。アリオスは信じられない言葉を聞いたというように目を見開き、諦めたようにため息をついて軽くレカンの左腕を切った。ぼーっと呪印が浮かんだ。ガクンと膝が崩れた。腹に力が入らない。不快感がどんどん増してくる。これはなかなか強力な呪いだ。人間がこれにかかれば実力の何分かの1かしか出せないだろうな。ハルトの探検を拾って左腕に軽く傷をつけると呪印は消えた。もう一度ハルトの探検を床に置いた。回復。次はこの街灯に切りつけてみてくれ。はいはい、効果なしか。次は鎧に切りつけてみてくれ。はいはい、ふむ、これも効果なしか。とりあえず今できることはこのくらいだな。あとは迷宮を出てから、というよりこの街を出てから検証するか。お腹減りましたね。ここまでに随分時間をかけた。もう昼を大きく回っている。二人は近くの空き部屋で食事をした。レカン殿は迷宮の戦い方をどこで身につけたんですか？うん、迷宮でだ。教えてくれる人はいたんですか？そんなものはない。腹を減らした孤児だった俺は飯の種を探しに無謀にも迷宮に入り込んで、幸運にも死なずわずかな銭を稼いだ。幸運が何度か続いて俺は戦い方を覚えた。それからあとは迷宮が教えてくれた。まあ年笠の冒険者の戦いを見て参考にしたことはある。何しろ何も知らなかったからな。レカン殿は天才ですね。天才はお前だろう。私は型を学んだから何とか戦えるんです。レカン殿には型がない。レカン殿は手前の黒肌を引きつけて盾代わりにすることもあるし、いきなり奥に踏み込んで赤肌に切りつけることもある。ああ、最初はそうでもなかったが、ここら辺りの階層では必ず黒肌が前衛で赤肌が後衛だな。最初っからそういう風に並んでる。毎回レカン殿の戦いの始め方は違う。時には見ていてなんでだろうと思うこともあります。でもすぐにそれが最適解だったとわかるんです。どうして最初にこう動けばいいというのがわかるんですか？なんとなく勘だ。まるで自分がこう動けば相手がこう動くというのが予知できてるみたいです。相手が1体の時より3体とか4体とかの方が動きは予測しやすいな。やっぱり。それとどんなに姿が人間と似ていても、やっぱり白勇気は魔獣だ。物の考え方というか、何に基づいて動くかというのが魔獣なんだ。白勇気の行動原理は魔獣。なるほど。お前時々当てが外れたような動きをしてるな。ええ、今レカン殿に言われて気づきました。私は人間相手に練られた定石に頼りすぎていたようです。使える技なら使えばいい、使えなければ使えるように工夫すればいいんだ。なるほど。それからな、迷宮で一番怖いのは人間だ。俺はそう思う。それは任内迷宮で襲ってきた尖った岩ジャイラのような人のことを言ってるんですか？そうだ。だがあいつらのようなのはまだマシだ。迷宮深層に潜り続ける冒険者には感覚が狂っているというか、人としての縛りがほどけてしまったようなやつがいる。というか
そんな感覚は捨ててしまわないと、迷宮真相の敵とは戦えない。感覚が狂っているというのは、どういうことですか？例えば、お前の使ってる剣の使い心地を試してみたいと、ふと思って、お前が油断している時に後ろから襲って殺し、剣を奪う。その直前まで、さっきも何も放たずに、普通に話をしていた奴が、悪気もなしにお前を殺すんだ。平然とな。それは怖いですね。ところで、デカン殿も、迷宮真相の探索をする冒険者ですよね。俺を信じるな。え？俺も、お前を全面的に信じたりはしない。つい3日前に戦闘中に気絶し、アリオスに助けられたばかりであるのに、レカンはそう言った。命の恩人であるから、無条件に信じるというようなことはできない、とレカンは言っているのである。なるほど。ただし、戦いの上で必要であれば、俺は、お前に背中を預ける。お前がどうするかは、お前が決めろ。よくわかりました、師匠。16。この日は、66階層まで探索した。樹陰剣以外の武器は落ちなかった。翌日、つまり1の月の16日には、71階層まで探索した。ボス部屋の他に、3の部屋に入った。結局、8部屋で、合計57体の白勇気を倒し、12の宝箱を得た。そのうち、本調武器は、樹暗剣ゾメドシラー、本神剣カンスチュルシラー、カン戦争にある糸、破砕追ガドバグーの4つで、その他音調のないロングソードが1本出た。振ってみた感じでは、音調のないロングソードが、一番バランスが良いように思われた。ままならないものである。樹暗剣は、切られた側の視界が不良になるという効果がある。本神剣は、装備した者の姿や気配がぼんやりするという効果がある。感染層は、ついた時、防御系音調の効果が低下する。取得品についた音調の効果は、あまり強くない。破砕追は、打撃に爆発が加わる音調だ。攻撃手段としては強力だが、土がひどく重いので使い手を選ぶだろう。ここまでそれなりの数の音調武器を手に入れたが、正直レカンにとって自分で使いたいと思う武器はほとんどない。ただ、こういう武器を持った相手と戦う時のために特質を知っておきたい。だから、しばらく売るつもりはなかった。この点については、アリオスの了解を得ている。レカンもアリオスも、ニーナエ迷宮でたっぷりと稼いだ。はっきりと確認していないが、レカンは、現金だけでも、白金貨10枚程度の金額を持っているはずだ。売れば金になるアイテムも数多く所有している。だから、手に入れたアイテムをすぐ売らなくても少しも困らない。アリオスも同様だ。ただし、いくら分け前を渡せばよいかを知るために、そのうち、販売所で、売り値の査定はしてもらうつもりだ。ちなみに、魔獣が持っている状態で鑑定をかけても、もう成功することはなかった。前回成功したのは、たまたま相手が動かずにいてくれたからなのだろう。今後は鑑定は通じないと思うほかない。探索を終えて宿に帰ると、さすがにヘトヘトだった。アリオス。明日は休養日にする。ありがとうございます。ここまで快進撃を続けてきたが、下に降りるに従い、戦いは厳しさを増している。これからは今までのようにはいかないだろうと、レカンは思っていた。翌日、レカンはひたすら寝た。そして、休養日明けの19日には、74階層まで進んで迷宮で眠り、翌日には77階層まで降りた。この2日間は、8個の宝箱が出て、うち4調品は3つだった。合力剣ガンゾンシラーは、威力負荷に似て攻撃力が上がるが、攻撃力だけではなく、剣を使う動作のすべてで、筋肉が強力になったかのような負荷がある。これでつばぜり合いをやれば、巨大な相手でも吹き飛ばせるだろう。調子に乗って、この剣で白勇気を両断していたら、折れてしまった。レカンほどの努力を持った者が、この合力剣を使えば、黒肌を叩き切る衝撃は非常に大きい。その衝撃の強さに、剣の耐久力が耐えられなかったのだ。その上、筋や関節への負担が非常に大きい。レカンには回復があるからいいが、普通の人間が、この剣で戦ったら、数日間は休まないといけないだろう。もう一つ言えば、この剣は軽すぎる。いや、実際には重い剣なのだが、軽く感じてしまって振り回してしまい、その分、体に負担がかかる。この剣も今後出たら売り飛ばしだな。回復剣キリエムシラーには驚かされた。この剣で切ると傷はつかず、逆に傷が治るのだ。なんで、迷宮の魔獣が相手を癒すアイテムを持っているんだ？そうじゃありません。深く切れば回復作用が追いつきませんから、
相手を倒せます。自分に小さな傷をつければ怪我が治り、疲労が取れます。小さな傷をいくつもいくつもつければ、かなり大きな傷も治ります。この剣はきっと高く売れますよ。霊気剣ラクートルシラーは、切った相手を凍りつかせる恩寵を備えているが、白勇気相手に試してみたところ、全身は凍りつかず、切り口の周りが凍りつく程度の効果しかなかった。何の役に立つ恩寵なのかよくわからないが、非属性の魔獣などというものが、この世界にもいれば、この剣は威力を発揮するだろうと思われた。翌20日は、80階層まで降りた。つまり、79階層までを攻略した。ここまで10階層ごとに目に見えて敵が手強くなったのだから、80階層の魔獣は強敵だろうと考え、体調を整えてから挑むことにしたのだ。この日は恩寵品は得られなかった。迷宮で眠った。目が覚めれば21日だ。ゆっくり食事をして、80階層のボス部屋に移動した。魔獣の数は9体となるはずだ。レカンは、部屋の前で呼吸を整え、魔力を練った。そして、カッと右目を見開き、部屋に突入するなり、全力で魔法を打った。雷撃。縦横無尽に走る雷が、9体の魔獣を捕らえた。5体の黒肌は、一瞬動きを止める。だが、4体の赤肌は、全く動きを止めず、一体が、直ちに不気味なうなり声を上げ始めた。レカンは、右奥のわずかな空間目指して高速で移動する。アリオスが部屋に突入してきているが、魔獣たちの注意はレカンに向いている。全力で雷撃を打った甲斐があるというものだ。レカンが急激に方向転換をする。赤肌から飛んできた光の槍が、レカンの前の黒肌の背中で爆発する。だが、黒肌は少しも動じることなく剣を振り上げ、振り下ろす。身をかわしたレカンが、黒肌の剣を持つ右手の手首に、ラスクの剣を叩きつける。切れない。そのことに、レカンは、わずかに驚きを覚えた。今の一撃が通らないとなると、この階層の黒肌の防御力は格段に高い。首を跳ねるべく、剣を横ざまに振った。だが、黒肌の首の横には、鎧状の外皮が張り出していて、レカンの剣を弾き返す。黒肌の左右から、別の黒肌が攻撃を繰り出してくる。レカンは剣を引き、中央の黒肌に突きを放った。自動的に一つ技能が発動する。両翼の黒肌が振る剣が命中するが、レカンの攻撃はぶれない。ラスクの剣が喉を突き破って後ろに抜ける。素早く左右に剣を振って引く。黒肌の首が真上にちぎれ飛ぶ。演奏バンドルー。左側の黒肌を左手から放った演奏で吹き飛ばし、右側の黒肌の脳天にラスクの剣を振り下ろす。右側の黒肌が振り回す剣が、レカンの左肩を打撃するが、一切構わず、ラスクの剣を振り上げ、猛然と振り下ろす。頭が弾けて、黒肌の動きが止まる。インデュアドロの首飾りが反応して魔法攻撃を防ぐ。魔法攻撃をしてきた相手のことは無視して、起き上がって突進してくる黒肌に相対する。早い。体の動きも振り下ろされる剣も、一流の剣士の速度だ。高く振り上げて振り下ろすので、威力も十分に乗っている。レカンは、タイミングを合わせて剣を打ち下ろしつつ、相手の剣を斜めに弾き飛ばし、突きで喉を突き破る。その後ろから、別の黒肌が飛び込んでくる。先ほど吹き飛ばした黒肌と激突して転倒していたが、体勢を立て直したのだ。レカンは、冷静に突きを放ち、首を切り落とした。その時、最初に雷撃を浴びて麻痺していた5体目の黒肌が起き上がってこようとした。アリオスが剣を振り、その黒肌の首が落ちた。戦闘は終わった。これまでになく、激しい戦闘だった。うまいこと、黒肌のうちの一体が雷撃で麻痺してくれたからよかったが、そうでなかったら苦戦していたな。この階層になると、雷撃でも一瞬しか足止めできませんね。その一瞬が大きいですけど。赤肌には足止めにもならんな。今までの階層で通用していた戦法が通用しなくなりつつあるようだ。それにしても、アリオスの剣技は素晴らしい。赤肌3体を引きつけて、うまく死角に入りながら、敵はよく始末していたのを、レカンは立体近くで捉えていた。また、黒肌の首の横に張り出したネックガードもどきをものともせず、首を断ち切る剣技は凄まじい。剣も、相当に良いものであるようだが。正直、レカンの剣技とラスクの剣では、この階層の黒肌の相手は厳しい。だが、ザナの守護石を取り出すのはまだ早い。こんな階層で守護石を使っていたら、
100階層以降では行き詰まってしまうだろう。しばらくは、一つを多用して相手を倒しながら、一つ技能を磨くことにした。だが、戦いに余裕がなくなってきているのは確かだ。やはりパーティー人数を増やすべきだろうか。わずかな間何体かの白勇気を足止めしてくれさえすればいい。倒してくれなくていいのだ。ただ、レカンとアリオスに、1対1か、せめて1対2で戦える状況を作ってくれればいい。領主直営の斡旋所を覗いてみようかと、レカンは思っていた。この日は、82階層までで探索を終え、宿に帰った。翌日は休養日にした。食事以外ずっと寝て過ごした。このままでは、すぐに行き詰まるな。今のところは、ある程度時間をかければ勝てない相手ではないが。問題は音調武器だ。この迷宮では、魔獣が音調武器を持って現れる。どの部屋にいつ現れるかわからない。幸い、アリオスは、音調武器を持った敵が現れたら、そうと言い当てることができる。だが、どんな音調だかはわからない。62階層のボス戦では、相手が持っている音調武器を鑑定で調べることができたが、あれは、たまたま、相手の動きが緩慢だから成功したのであって、それ以降は一度も成功していない。しかも、鑑定をしている時間で演奏が打てるのだから、鑑定をして失敗した時は、貴重な時間を無駄にする。音調武器を持った相手との戦いは難しい。攻撃を武器で受けたり反らしたりするのは危険であり、盾で受けることさえ不安がある。遠距離攻撃が飛び出してくるかもしれない。そういう音調武器を持った魔獣が一体いるだけで、ひどく戦いにくくなる。しかも、音調武器を持った魔獣は一体とは限らないのだ。1対1なら問題ないのだ。相手の攻撃をかわしきって倒すことができる。しかし、9対2だと、かなり厳しい。まして10対2になってしまうと、完全回避は無理だ。80階層台に入ると、黒肌の動きも、がぜん速くなった。おかげで、レカンの腕では、一撃で首をはねるのは難しい。そして装甲も硬くなった。赤肌は、最初の一体が一度うなり声を上げると、あとは、どの魔獣も、矢継ぎ早に魔法を打ってくる。レカンは、インテュアドロの首飾りで防いでいるが、アリオスはできるだけかわしている。しかし、乱戦になると、それも難しい。なんと家系鎧の性能で持ちこたえている。練り込んだ演奏なら、黒肌を一撃でほぐれる。だが、ここらの階層になると、演奏を打つ時間が取れないことが多い。起動速度が相当に速くなっているとはいえ、演奏を練るには、わずかばかりの時間が必要だ。その時間を、この階層の白勇気は与えてくれない。部屋の大きさがもう少し大きければ距離を取ることもできるのだろうが、この狭さでは敵が近すぎる。あらかじめ魔力を練っておいて、部屋に突入した瞬間に演奏を打つことはできる。だが、初撃は、足止めのために雷撃を使うようにしている。ヒアなら素早く撃てるが、ほとんどダメージを与えられない。二人だけでは100階層越えは難しい。それだけは確かだった。ふむ。斡旋所を覗いてみるか。第29話、ツボルト迷宮への挑戦。チャンネル登録よろしくお願いします。終わります。